2024年1月17日、アメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーは、世界の軍事力ランキング2024を発表したので、詳しく見ていきましょう。日本の評価は7位だけど、次世代護衛艦の性能や潜水艦2などに注目されていたようだ。お隣の韓国は5位で、そこと対立する北朝鮮は36位であるという。日本の建造能力は、今や世界屈指になっている。やはり、輸出は、今後必須になるかもしれませんね。F3 戦闘機開発加速してほしいものです。世界の軍事力ランキング付けの権威性も高いアメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーが、世界の軍事力ランキング2024を、2024年1月17日に発表した。この格付けは、世界145カ国の人口、兵力、兵器数、国防予算、地政学上から見た位置のほか、戦略などにおけるロジスティックス、経済力、天然資源の入手状況など、核兵器能力を省いた50以上の要素が総合的に評価されたパワーインデックス、軍事力指数のスコアを国別に算出している。それらを踏まえて、総合的な軍事力ランキングとして、2016年から毎年発表されているものであるが、軍事力指数は 0.0000 であることが完璧とされ、要は0に近ければ近いほど軍事力が高いのだ。1月に出された最新版の世界の軍事力ランキングも2016年以降から変わらず、1位アメリカ 0.0699、 2位ロシア 0.0702、3位中国 0.0706 となっていて、この3カ国のランキングは不動であるもののポイント差は僅差となっているのがわかるだろう。トップに君臨しているアメリカは金融や資源のカテゴリーで圧倒的な数字を示しているほか、予算、兵力、技術力などの要素において他国を大きく引き離しており、この先も世界第1位の軍事大国であり続けるでしょうね。続いて第2位のロシアは、2022年2月に始まったウクライナ侵略戦争によって、戦車や装甲車などの大量損耗があり、世界第2位の座を中国に譲るのではないかと噂されていたが、2024年版では、どうにか踏みとどまっているのは、さすが軍事大国という声が上がっていた。しかし、現在も続くウクライナ侵略戦争では、西側の軍事専門家の予想を裏切って、ランキングでは、はるか下にいたウクライナ軍の前線と協力国の策略によって長期化してしまい、これまでに戦車をはじめとする大量の装備や兵員を失っているのも事実である。この戦争が長引けば長引くほど損失は増大することが予測されているほか、西側からの経済制裁が継続して行われることにより、かなり落ち込んだ軍事予算がさらに不足するとも言われていて、数年後にはロシアが順位を落として、ランキングが大きく動いても全く不思議ではない。ロシアに続く第3位の中国は、利用可能なマンパワーと海軍艦隊の強さの分野で1位であることから、総合で3位の座を守り続けていて、ここ最近は経済が揺れ動いていると言っても十分な力を持っており、中国における軍事費は2020年の時点で約27兆円とアメリカに次ぐ規模である。中国の国防費は、ここ30年で42倍にも増幅しており、急速に軍事力を高めようとしていることは明らかで、これまでの量に頼る方針を質の向上に変更したらしく、軍事における最新技術の開発を進めているようだ。それらに加えて、7億人以上もの潜在的軍事力を持っているため、近い将来ロシアを抜いて第2位にのし上がるのも時間の問題だろう。この三大軍事大国から、世界の国々との間は、ポイントで、ものすごく差が開いているけど、この最新版の軍事力ランキングにおいて、周辺国と比較して、兵力では、大きく劣る日本の自衛隊が、0.1601 ポイントで世界第7位と評価されている。その格付け理由として、海自護衛艦などの海洋戦力が、周辺国と比べて優位性が高いことや、航空母艦への改修が進められている、出雲型護衛艦や、最新鋭 FFM の木上型護衛艦などに搭載されている高度な軍事技術などが評価されたようだ。
また、世界的に注目されているのが、三大軍事大国に次ぐ4位の国であり、ここ数年は、インドが、この順位の常連となっていて、2024年においても、0.1023 ポイントで第4位となっていた。2023年4月に発表されたインドの人口は14億2860万人に達しており、中国の人口14億2570万人を290万人も上回るとされ、一人っ子政策の影響を受けて出生率が低下していることなどから、これまで人口ランキング世界第1位であった中国を抜いて、インド人が世界最多の人口となった。このことを理由に、利用可能な兵力人口、現役兵力、準軍事兵力において、国の人口の 47% のマンパワーが利用可能とされていることから、中国に次ぐ2位となり、軍事予算や技術力が不足している点は、安価な労働力で補う形となって、軍事力ランキング第4位の座を守っている。さらに、近年は、海外からの戦闘機購入を増やしたり、国産空母の建造にも取り組んだりして、最新の軍備を整えながら戦略強化もしており、インドが数年後にはロシアを抜いて中国に次ぐ第3位の座を奪い取る日も近いだろう。また、お隣の韓国は2023年のランキングで第5位だったイギリスを抜いて、インドに次ぐ第5位となり、近年における軍の近代化が評価されたのでしょうね。現在、韓国と休戦中の北朝鮮は、装備の古さや経済力の評価が低いことなどから、0.5313 ポイントで第36位と落ちていて、2019年には第18位まで来ていたが、年々評価を下げていき、軍事ランキング上の韓国との格差がより大きくなった。しかしながら、この軍事ランキングの要素に核兵器が入っていないため、北朝鮮が核兵器を保有していると見さされている以上、この格付けのみで、韓国が、北朝鮮に優位な立場にあると言い切れるものではない。当然、ランキング第2位のロシア、第3位の中国、そして北朝鮮に囲まれている西側陣営の韓国と日本は、マンパワーで勝る中、世に対抗するためにも、軍事技術において常に先進的である必要がある。しかし、近年では中国人民解放軍の近代化は、アメリカと肩を並べるほどに成長しており、例えば、アメリカが苦労して実用化を成し遂げた最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級高原子力航空母艦に搭載した電磁カタパルトを自国技術で開発に成功させた。それを現在偽装中である国産の003型通常動力航空母艦福建に搭載しているほか、極超音速滑空弾の開発と実用化においてはアメリカを追い越し、日本も以前のように軍事関連技術で中国を上回っていた時代は過ぎ去っている。2023年の国内総生産 GDP において、日本は米ドル換算でドイツに抜かれ、これまでアメリカ、中国に次いで第3位の座を守っていたものが、1994年にGDP の統計が主要指標となって以来、初めて第4位へと転落した。中国を起点に発症したコロナ禍による経済停滞や円安ドル高の為替の動きが影響したとは言っても、日本の経済発展が顕著に右肩下がりを示していることは間違いなく、今後の軍事ランキングにおいても、日本がさらに順位を下げるのも時間の問題だろう。日本経済の低迷は当然のことながら、防衛予算にも影響を及ぼすことは明確であり、その目処をこれまでの GDP の 1% から 2% に引き上げたところで、肝心の GDP が大きく落ち込んでしまっている以上、あまり意味をなさないとする声も上がっている。結局のところ、軍事ランキングが下位に落ち込んだとしても、これはあくまで数字上の指標であって、軍の強さを表すものではないが、顕著な下落は、中国やロシアに対する抑止力の低下につながる可能性は十分にあるため、日本は軍事技術の向上を図るとともに、落ち込んでいる経済成長を以前のように右肩上がりに戻す必要があることも否めない。特に中国の民事的戦略で日本の土地がどんどん買われていて、いつの間にか占領されていた国とならければいいのだが、
平和ボケしている国民の皆さんはどのように考えているのでしょうか。アメリカが開発を凍結したレールガン。しかし、日本は開発を進め、完成間近で、やがて、極超音速キラーとなるだろうという情報をゲットしました。今回は、完成間近の日本の電磁砲について見ていきたいと思います。2023年5月上旬、ロシアから軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオットミサイルシステムを使って、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初めて迎撃したと発表しました。この KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して使用される空中発射型の空対空弾道ミサイルです。これまで、ロシアは、最大飛翔速度は、マッハ10以上、回避軌道も可能なので、西側の持つ防空網では迎撃は不可能と言い張ってきたのです。ウクライナの首都キーウでは、KH-47M2 キンジャールを PAC-3 で撃墜した視覚的証拠も示していますから、ロシアのプロパガンダを否定できたという政治的な意義も大きいと思われます。この KH-47M2 キンジャールが、本当に、従来ロシアが主張してきたように、マッハ10以上の速度と、迎撃を、困難な回避軌道が可能であったのか、疑問の声すら上がっているようです。どちらにしても、極超音速兵器への対処は世界各国で課題ということでしょう。日本は、こうした極超音速兵器の迎撃用兵器の一環として、2022年度防衛予算に、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じていますから、実際に実用化が図れるのかどうか、大きな注目を集めています。巨額予算ですから、当然でしょう。レールガンは、現在の防空兵器の主力とみなされている対空ミサイルとは異なり、本体にミサイルのような推進装置はなく、どちらかといえば、従来の火砲のように砲弾を射出するだけの仕組みの兵器に近いものです。従来の火砲の場合、火薬の炸裂する圧力によって砲弾を打ち出しますが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電磁力を用いる原理の兵器です。ミサイルと比べると、一発あたりの単価ははるかに低額と見られます。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語では、ローレンツ力で推進加速を発生させ、射出する仕組みです。近未来的なイメージですが、その始まりは、意外と早く1800年代中盤ということです。つまり、1914年からの第一次世界大戦や1939年からの第二次世界大戦時には、ドイツや日本などでは、すでに兵器としてのレールガン開発が行われていたのですが、当時の技術水準では、実用化ははるかに遠いというのが実態だったようです。レールガンの構造を説明します。火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端に電極を接続するだけという簡単な機構で成立するのです。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾が電磁力によって先端部分へ推進力を得ることになり、物理的には非常に単純な構造で砲弾を射出できる力を発生させるものとして注目されました。レールガンは、そのメリットとして、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵も不要で、その分製造が安価と同時に、
火薬を使う火砲の砲弾より高射速、かつ長射程を実現可能と考えられました。その反面、レールガンには物理学的な弱点があります。砲弾射出時の電磁力のエネルギーロスが非常に大きいのです。また、射出に必要な電源から大電流を取り出す必要があるので、第二次世界大戦時には砲一門につき発電所一箇所が必要とまで考えられたそうです。このようにデメリットも多いレールガンを実現するハードルが緩和されたのは1960年代に入ってからでした。電力供給用に単極発電機が使用されたので現実味を帯びてきたのです。1980年代には宇宙空間でそれを活用すべくアメリカは研究を続けました。アメリカでは宇宙空間を軍事に利用すべく SDI 計画、戦略防衛構想、スター・ウォーズ計画の中でレールガンの実用化を基としたのですが、1991年、平成3年の旧ソ連崩壊に伴う軍縮傾向の中で下火になり、1990年代以後は地球上での使用を前提としたものへと回帰しました。イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得たアメリカ海軍は、2010年にはおよそ 10kg 強の砲弾を撃ち出すレールガンの試作に成功しました。そして2016年をモクトに水上戦闘艦に搭載するため、発射速度10発分、最大射程距離およそ 160km を目指したのです。2020年までには開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してみ、テストを行う計画だったそうですが、目的としていたレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力が必要だったのです。この当時、25MW の電力供給が物理的に可能だった水上戦闘艦は、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦だけでした。しかも、この艦艇は、アメリカ海軍の中でも新機軸を導入したため、高コストが問題となり、たった3隻建造されただけで、打ち切りの浮き目にあった不運な艦艇でした。このズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があると見られていましたが、アメリカ海軍の主力艦アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦は 9MW ほどしかありませんでした。つまり、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦では、試作のレールガンを稼働させる電力供給が不可能で、その実現には、新しい蓄電システムの実装が必須だったのですが、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発は容易ではありませんでした。こういった課題に、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ 1000km 超級という、極超音兵器が世界に出現する状況になってしまったのです。前述のように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどだったのですが、仮想敵国ロシアや中国の対艦ミサイルの射程がこれを凌駕してきたので、レールガンの有用性は薄れていったのです。アメリカ海軍は、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に若干の改修を行い、そこから、運用可能な新型迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、運用効率がはるかに高いと判断したのでしょう。レールガン開発は、事実上凍結となったのです。こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上凍結という事態を見た中国は、技術力向上によって課題を克服し、およそ 25kg 砲弾を、マッハ7以上のスピードで、射程距離約 250km まで高めたと主張しています。中国海軍は、今後も開発を推進するレールガンについて、その用途は、沿岸部の防衛任務を想定していると推測されます。レールガンの砲弾速度を生かした、極超音速兵器の迎撃ではなく、敵艦の接近拒否用兵器として位置づけているように思われます。日本でのレールガン開発は、口径 40mm 砲弾を、初速 2000km/h 以上で射出、レール自体の耐久性は120発以上を想定、マックス約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用として使用すると見られています。レールガンの砲弾は、
通常の火砲と同様、誘導装置等が内蔵されてはいません。なので、冒頭で述べた PAC-3 等と併用し、極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装として運用する策を構想しているのでしょう。地対空誘導弾である PAC-3 等のミサイル一発単価は少なくとも億単位ですが、レールガンは200万円ほどと考えられているので、確かに比較すれば安価ではありますね。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、冷戦当時の西ドイツが開発していた敵戦闘ヘリを排除するゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮している事実を考えると、安価な対空防御は、こうした時代遅れの兵器の再評価を求められることになるのかもしれません。先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は、開発中の兵器である、レールガンを艦艇に搭載し、世界で、初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していた。このレールガンの発射テストの実施にあたって、防衛装備庁は、その実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大型の輸送動力試験艦のアスカであることが判明した。海上自衛隊の試験艦であるアスカは、現状では、同隊が唯一保有、運用している、その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことから、レールガンのテストでも使用されたものと予想されていた。くしくも、その予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだが、個人的にはかなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が不可思議に感じられた。そこには防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどで、あっさりと、試験艦、アスカであることを認めた真意は、正直よくわからない。ただし、防衛装備庁は、今回の試験艦、アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで、地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは、伏せたままの状態である。これまで、防衛装備庁が、陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていた。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用に、さらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされてはいるが、こちらは現時点では明かされていない。そうした情報の秘匿の意図を、防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めている。そのため、具体的な今回のレールガンの使用は、未だ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも、238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいない。さて、今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカであるが、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に進水、さらに、その翌年の1995年3月に、収益と慣例は、すでに29年目に到達している。海上自衛隊の試験艦アスカは、同型艦は建造されていない、ただ一隻の艦艇だが、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル、全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備えるコグラグ方式を採用していた。この試験艦、アスカに搭載されたコグラグ方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって、最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、
かなり強力な仕様だと感じられる。この機関構成自体も、試験艦アスカでは、テストのために、海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は、発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも、艦尾には多くの護衛艦と同様に、回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J 等の回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されている。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として、横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されている。試験艦アスカは、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は、基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっている。ただし、村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える小ガグ方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発させ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させている。さて、試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述したコグラグ方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施している。その後も、試験艦朝日では、海上自衛隊の C4I システムであるの OY90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から、運用可能な新型の07式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷、人認識魚雷等の対潜兵装のテストに従事した。また、近年では、陸上自衛隊が装備する人蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしている。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り、今回のレールガンにおいても、真っ先にテストに使用されるであろうことは、多くの関係者に予期されていたと思われる。防衛装備庁では、今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から、海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として実用化を急ぐ観点から言ったものであるとコメントしている。レールガンは、ご存知の通り、従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭、弾丸を、削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し、磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的には、かなりの高初速で、その発射が可能となる。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが、世界最強の軍事予算と、それに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である、電磁式カタパルトの開発に従事している、ゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできた。この取り組みの結果、2010年には、アメリカ海軍は、BAE システムズ社を中心とした、レールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾、弾丸を、33MJ の運動エネルギーで発射することに成功している。このテスト結果を踏まえた上で、アメリカ海軍は、2020年の実用化を目指し、最大射程距離で、およそ 160km を目標に、毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていた。しかし、このレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも、25MJ の電力が必要となり、
現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰で、わずか3隻の建造に止まったズムウォルト級しか存在しなかった。当時も、そして2023年現在も、アメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ9メガジュールほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば、大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じる。この電力供給量を、既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して、新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え、弾頭、弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められた。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ、極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまった。アメリカ軍としては、既存の艦艇の主力兵装である MK-41VLS から、運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に、汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は、中止された形となっている。日本の防衛産業の武士、三菱重工業者に次ぐ規模と貢献を果たしている川崎重工業者が、本気で、三菱との防衛事業協力を拡大を目指しているとの情報をキャッチしました。今回は、最新鋭潜水艦を建造する川崎重工について詳しく見ていきます。原子力潜水艦よりも優れているとも感じる大芸型潜水艦に、トータラなディーゼルエンジンが誕生したのをご存知でしょうか。川崎重工が開発していたもので、遅れて、大芸型4番艦から搭載しています。自国で生産できないと兵器調達が遅れるよね。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標はヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純に、これまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの岸田政権が掲げる防衛予算額を、対 GDP 比で 2% とする目標の中には、
陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化してると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から 3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、同約 2.2 千億円の新明和工業社、10位が、同約 2.1 千億円の火油社と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は、陸上自衛隊向けに、偵察用のオートバイや、回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに、対艇型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに、輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも、2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは、前述した自衛隊向けに、対潜哨戒機の固定翼機 P1、輸送用の固定翼機 C2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも、首位の地位を占めている。
この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械、ロボットカンパニーであり、ここでは、建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器である、ポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造。また、各種の生産工場向けに、各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業社では、2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売上を占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の太平洋型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たしたワクゲイは、1隻でおよそ720億円、対戦勝海機の固定翼機 P1 は、1機でおよそ150億円と決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、ワクゲイを含むエネルギーソリューション&マリン事業や P1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の2から 3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。